アラブの茶文化では、アラブ世界やアラブ人の間で引用される茶、また、茶の引用にまつわる文化について説明する。アラブ式の茶は、アラブ世界とディアスポラアラブの間で人気がある。茶は、アラブの文化と社会において、重要な地位を占めるものである。何世紀にもわたって、客人や商売相手に対し、会合や、社会的な催しの場で供されてきた。喫茶文化は、 アラブの伝統の強力な一部であり、温かい茶は数百年にわたって家族と友人を一つにまとめてきた。茶は食前、食後、時に食中に供される。アラブ式の茶は礼儀正しく客人を歓待する作法であるだけでなく健康的な飲み物だと考えられており、集まり、パーティー、祝いごとに資するものである。様々なアラブ式の茶は、 それぞれ独自の特性を持つ。あるものは健康に益があり、他のものは甘い香りが強い方向で心を沈め、心地よくする。しばしば非常に甘く凍るほど冷たい西洋の茶と違い、アラブ式の茶は熱いまま新鮮なハーブと一緒に、供される。アラブ圏で飲まれる茶は、西洋の人々が飲むものとは、だいぶ違う。茶は、アラブ圏の非常に重要な飲み物で、普通朝食。 昼食、夕食に出てくる。アラブ人にとり、茶は客に振る舞われる、艦隊を示す飲み物である。また、アラブ人にとって、デーツと共に茶を飲むことは、一般的である。その人気の理由の一つに、茶が、アラブ県における艦隊とビジネスマナー上の飲み物で、あるという、茶の社会的側面がある。公然と茶を断ることは無礼だと受け取られることもある。 商売上の面談において必須の要素であり、ほとんどの会合で供される。アラブ式の茶には様々なタイプがある。リビアのピーナッツ入りのアラブ式紅茶モロッコにて、マグリブ式ミント緑茶アラブ世界の茶は普通強く濃い色のブレンドであり、アラブ圏外のいわゆるブレイクファストティーに似ている。しばしば砂糖と共に入れられ、細長いグラスにて供される。ミントやカルダモン、または 少量のミルクと共に入れることもある。イエメンでは紅茶は水と乳で入れられる。ありがとうございます。